ダニエレ・デロシ、ダニエレ・デロシ、1983年7月24日帯はイタリア・ローマ、オステアチ区ク出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。セリエ A の AS ローマ所属。元イタリア代表で 2006FIFA ワールドカップの優勝メンバーの一人でもある。ローマ生まれのローマ育ちという喫水のロマニスタであり、AS ローマの下部組織に入団。 徐々に頭角を表し、2001年10月に18歳で、チャンピオンズリーグのタイ RSC、アンデルレフィト戦でトップチーデビューを果たすと、2002から03シーズンの2003年3月に19歳の時にトリノ戦でセリエ A デビューを果たす。このシーズンはセリエ A で4試合に出場しに得点を記録した。2003から2004シーズンはトップチームに定着し、 リーグカップ合わせて27試合に出場。また、U-21 欧州選手権2004年アテネオリンピックにもイタリア代表として参加。アテネオリンピックでは日本戦でオーバーヘッドシュートを決めた。数週間後の9月4日にはワールドカップ予選のノルウェー戦で A 代表でのデビューも飾り、この試合で初ゴールを挙げた。2004から05シーズン。 2005から06シーズンは、チームのミッドフィールドのファーストチョイスとして、リーグカップ合計82試合に出場し10得点。2006年には、セリエ A の最優秀若手プレイヤーに選ばれると、セリエ A を代表する MF に成長し、2006フィーファ、ワールドカップ代表に選出された。ワールドカップでは、グループリーグ第2戦、対アメリカ戦において、 相手 FW ブライアンマックブライドに肘打ちを食らわせた行為が悪質な反則として4試合の出場停止処分を下され、その後の東大会での出場は絶望しされたが、グループリーグ第3戦、決勝トーナメント1回戦、準々決勝、準決勝と出場停止となり、チームが決勝、または3位決定戦に進出しない限り、出場停止が解けないため、チームは見事、 決勝に進出し、決勝では、ローマのチームメイトフランチェスコトッティに代わりピッチに立ち、PK 戦では3番手のキッカーとして成功。優勝を果たす。2006から07シーズンは前シーズンから監督を務めるルチアーのスパレッティの下、優勝こそ、インテルミラノに譲り2位に終わったものの、そのインテルの監督や、選手も含め多くのサッカー関係者ら、 セリエ A で最も美しいサッカーをすると評されたゼロトップシステムを中盤の核として支えた。2007から08シーズンもチームの中心として2年連続のセリエ A2 位とチャンピオンズリーグベスト8に貢献。しかしオールドトラフフォードで行われたチャンピオンズリーグ準々決勝のマンチェス・ユナイテッド FC 戦では PK を外して敗退の原因にもなった。 エウロ2008イタリア代表にも選出され、背番号10を背負う。グループリーグ突破をかけた、フランス戦でゴールを決めるなど活躍。敗れた初戦のオランダ戦では、デロッシュを起用しなかったロベルトとナドーに監督が批判されるなど代表における存在の大きさも見せた。同年9月10日の W ハイ予選ジョージア戦では2得点を記録。この試合の前にギフをなくしており、 自分のキャリアでもドッピエッタ、一試合に得点は初めてだと思う。この二得点はミーフに捧げたい。と語った。2008から09シーズンはローマは6位と低迷した、ものの、怪我で離脱することが多かったトッティに代わりチームを、牽引し、オスカルデルカルチョのイタリア人、サッカー選手賞を受賞した。二千十フィファワールドカップでは、グループリーグ初戦のパラグアイ戦で、 W 配発得点となる同点ゴールを挙げた。しかし、第2戦のニュージーランド戦、第3戦のスロバキア戦では、低調なパフォーマンスに割り、イタリアは一勝もできずに大会を去った。ワールドカップ後最初の試合となった、コートジボワール戦では初めて、イタリア代表のキャプテンとしてプレーした。2014FIFA ワールドカップでは、グループリーグ2試合に出場した。 インテルミラノへの移籍の可能性があったが、2017年5月31日、クラブとの契約を2019年まで延長した。トップの現役引退に伴い、2017から18、シーズンからは、クラブのキャプテンを務める。2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のスウェーデンとのプレーオフ第二戦では、試合中にウォームアップを命じられた際に、ロレンツォ・インシーニエを指差ししながら、 攻撃的な選手を期するべきだ、とスタッフに対して怒りをぶつけた。その後、予選敗退を受けて、2017年11月13日に、イタリア代表の引退を表明した。UEFA チャンピオンズリーグ2017から18の FC バルセロナとの準々決勝第一戦では、テロッシがオーンゴールを献上するなど1から4で敗れたが、第二戦では、 エディン・ジェコの先制点をアシストし、さらに、ジェコが獲得した PK でゴールを記録し、3から0で勝利し、逆転での準決勝進出に貢献した。通算、117、21、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。